新興メタルチューニングです。キッチンで何をやってるかっていうと、シリンダーとピストンの掃除です。こんなのは普通バレたら怒られますね。ですね、これは、アルミシリンダーです。で、ピストンは当然アルミですね。で、アルミのカーボンとか汚れはアルカリで落とすということで、かなり強力な溶剤とか、まあ、使ってみたんですよ。で、結論から言うとですね、結局やっぱりお湯、温かいっていうのはかなり重要で、で温かければいわゆる100均でも売っている重曹の粉ですね、どれぐらい、このぐらいの鍋で軽量カップで100グラム、100っていうグラムなの、これ CC かな、なんかそれぐらいドバッと入れて、で重曹をで水に溶けるだけでアルカリ水になるんですけど、沸騰させるとちょっと強アルカリになるんだそうです。ということで、くつくつ煮ると、そういうことを繰り返しで、まあその辺離れてもいいように何分とかタイマーでセットして、たまに戻ってきたらまた火つけてタイマーでみたいなことを2回繰り返したのかな。そっちの方がその強力な、洗剤、強アルカリ洗剤をただ水でつけとくよりも結局は綺麗になりましたといったところですかね。でこれなんかこれ排気ポートの形ですね。ペロって取れました。はい、こんな形、こんな感じです。でこだわりっていうかやんなきゃいけないのがありまして、これ一応鏡面されてたんです、で、カーボンを落とすために磨くと鏡面の取れて表面がギタギタに荒れることによって熱の影響を受けるようになり性能が下がるんですね。このピストントップも磨いてピカピカだったんです。でちょっとアルカリ、強アルカリを使った時にネズミ色に変色してしまいましたが、それでもペーパー当てるよりはもう圧倒的にこうツルツルが残っているんですよ。なので、ここがアルミの生地出てるのはちょうど煮てたらこのカーボンがペリって剥がれたんでこう変わってるわけですね。だからここは、重曹で煮込んだ部分で、こっちはその強アルカリの水でやったから、まあちょっと強烈すぎて変色したけど、水だから結局カーボン取れてなかったってことですよね。でお湯でやってしまえばその安心安全で安い重曹をドバッと入れてやってもこれだけ落ちるんで、ただあの鍋はねステンレスがおすすめですね。強アルカリですから、まあ、鉄でもいいんですけど、アルミ鍋はやめといた方がいいでしょう。家族に怒られると思います。どうですか、気持ちいいですよね、これだけペロって取れれば、で、もともとね、僕が使ってたやつなんで、相当長く放置使いっぱなし、でした。でリングの固着は当然というかありません。ただ長年蓄積されたものがこんだけ溜まってました。まあ、たまには外して100均の重曹で煮込んであげると、よろしいんじゃないでしょうか。もうくれぐれも磨いて落とすってことをしたらもう一回磨き直さなきゃいけないので、それだけは避けてください。まあ、磨いてないやつならねカーボン落としついでに磨いちゃおうっていうのもありだとは思います。さあこれからちょっとキッチンの掃除をしたいと思います。まあ、ステンレス鍋なんで普通に洗えば大丈夫だと思います。ありがとうございました。